ダイハツの軽、ブレーキローターとパッドを交換。乗らずに何年も放置されていたダイハツの軽自動車。確かにちょっと汚いね。このボロボロに錆びたブレーキローターを新品に交換する。こいつを外してもらえば、ブレーキの、ああ出てきた出てきた。あ、そう、錆びてて外すのも一苦労。外れないときは、おお、すげえ。手汚れそう。まあもともと汚れとるでいいか。外れましたね。洗いたくなる。これが新しいやつね。中のパッドも交換して組み立てる。オイルを入れたら、5回踏んで最後に踏み一杯やぞ。こうやってブシュッブシュッて入れる。それで空気を抜いておきよね。綺麗やったな。うん、めっちゃ綺麗。はい、こうしてブレーキが新品みたいにピカピカになりました。